そしてそのヤクルトから心配なニュースが入ってきました。村上とスアレスが発熱のため PCR 検査を受けたと球団が発表。検査結果は出ておらず、今後の対応に注目です。そのヤクルトは練習試合を行い、開幕戦で登板予定の中日大野雄大の配球に苦しみます。厳しく内角を攻められると、最後は外角のツーシームで山田哲人を抑えます。その後もこの配球で攻められ3回無得点。開幕ゲームで対戦予定のエースを打ち崩せません。しかし恐怖の2番バッターが意地を見せます。中日の吉見からこの一撃。少し頭にあったとシュートをうまくさばいた山田。開幕カードの中日戦で結果を残しました。